ジャニーちゃんにラブだよ。妹のジャニーちゃんです。スタート者のテレビ予定をまとめました。10月29日火曜日から11月1日金曜日まで、スタート者のテレビ予定は週2回投稿しています。まず最近発表された新着のテレビ4本です。次回のそれスノーマンにやらせてくださいの詳細が判明。放送日時は11月8日金曜日20時から20時57分。ここ最近は2時間スペシャルが続きましたが、久々の1時間ですね。スタジオゲストは子役の伊豆谷らなちゃん、ロケゲストは武井壮さん。メイン企画は秋の山でキノコと動物同時ハント。ロケに行くのは佐久間くん、岩本くん、武井壮さん。山で起こった衝撃の結末とは。さらにスタジオでは目黒と親子を演じた子役らなちゃんがスノーマンとダンス、スノーマンの楽曲ハローハローを踊る。らなちゃんにスノーマンメロメロ。スノタンからは、まさからなちゃんがそれスノに出演するとは思わなかった、すごい楽しみ。月岡親子が再会、海の始まりロスだから嬉しい。ポケマルは何ヶ月ぶりだろうという声が上がっています。視聴者のみたちゃん、あさこさん、ほか情報提供ありがとうございました。こちらはテレビではないのですが、見つけたので紹介します。10月31日木曜日18時にプライムビデオにて配信されるザ・ゴールデンコンビに道枝俊介くんが出演決定。千鳥が MC の Amazon オリジナル新番組にゲスト出演決定。ゲストが即興コントのお題としてステージに登場。教室ステージでは道枝が屋敷を追い込む場面も。ファンからはアマプラのゴールデンコンビの見届け人に道枝さんがいるなんて、ジョー君じゃなくてミッチー、驚きが隠せないけど楽しみという声が上がっています。11月12日火曜日19時からフジテレビにて放送される今夜は謎トレに松倉海斗くん、松田元太くんが出演決定。シーズンレギュラーとしてスタジオ出演。10月の頭からシーズンレギュラーですが、前回はワールドツアーのため欠席でした。次回は2人とも出演が確定しました。ファンからは、次回11月12日の放送に松松いた、楽しみという声が上がっています。11月2日土曜日9時25分から読売テレビにて放送される朝パラ S に佐野雅也くんが出演決定。いつもは小島健くんが出演していますが、今回は佐野くんがスタジオ出演。佐野くんは実に16週間ぶりの出演です。ファンからは、来週佐野くんが朝パラ、めちゃくちゃ久しぶりだという声が上がっています。続いて10月29日火曜日のテレビどうですか。出演するのは A グループで、10月29日火曜日6時から名古屋テレビにて放送。レギュラーコーナー A グループのここええとこやーんにメンバー2人がロケ出演予定。ラビット、出演するのは宮舘涼太くんで、10月29日火曜日8時から9時55分に TBS にて放送。火曜隔週レギュラーとしてスタジオ生出演。ザ・神業チャレンジ、出演するのは桐山明人くんで、10月29日火曜日19時から20時に TBS にて放送。ゲストとして VTR 出演。ギャル曽根、桐山、ジローラモがオリジナルピザで売り上げ対決。大繁盛で番組史上最高の売り上げを記録。家事ヤロー、出演するのは大橋和也くんで、10月29日火曜日20時から20時54分にテレビ朝日にて放送。節約テク大公開スペシャル。遠藤健一、なにわ男子大橋和也も驚き。100均ダイソーグッズ節約術。スタジオ出演なのか VTR 出演なのかは不明瞭です。ドラマタミ OR の宣伝ですね。さんま御殿、出演するのはジェシーくんで、10月29日火曜日20時から21時に日テレにて放送。ゲストとしてスタジオ出演。流行り好き軍団と超頑固梅沢富美男が大激突。ジェシーが超意外マル秘告白。ジェシーが国民的アニメを全く知らない理由とは。仰天ニュース、出演するのは阿部亮平くんで、10月29日火曜日21時から21時54分に日テレにて放送。ゲストとしてスタジオ出演。阿部亮平が仰天事件を語る。ファンからは、今回は中居くんにどんな話を振られるんだろう、楽しみという声が上がっています。ドラマタミオ R2 話、出
演するのは大橋和也くんで、10月29日火曜日21時から21時54分にテレビ朝日にて放送、ドラマにレギュラー出演中です。続いて10月30日水曜日のテレビ世界いただきグルメ、出演するのは宮近海斗くんと中島健人くんで、10月30日水曜日22時から日テレにて放送、宮近くんがスタジオ出演、中島健人くんが VTR 出演。中島健人くんと大久保佳代子さんが韓国へ、韓国のロケ VTR をスタジオで宮近くんが見守る。週刊ナイナイミュージック、出演するのはスノーマンで、10月30日水曜日23時から23時40分にフジテレビにて放送、ゲストとしてスタジオ出演。放送当日の朝に収録したものを当日夜に放送、スノーマンまるっと40分スペシャル、スタジオでは新曲エンパイアを披露。2つの企画が放送されます。企画1つ目、ジュニアが選ぶスノーマンの神曲ランキング、ハイハイジェッツ、美少年、セブンメン侍、少年忍者が選ぶスノーマンの神曲は、ジュニアも VTR で映るかもしれませんね。企画2つ目、メンバーの可愛らしいところを全国一斉調査。続いて10月31日木曜日のテレビノンストップ、出演するのは深澤辰哉くんで、10月31日木曜日9時50分からフジテレビにて放送、木曜隔週レギュラーとしてスタジオ生出演予定ですが、野球中継のため放送休止の可能性大。前日までの試合結果によって放送休止かどうかが決まります。突破ファイル、出演するのは小島健くんで、10月31日木曜日19時から19時54分に日テレにて放送、再現 VTR に出演。小島くんは登山遭難事故の119番通報を受領した司令員を演じる。ファンからは、演技のお仕事嬉しい、これは見なくては、小事件最近頑張ってるなという声が上がっています。ぐるナイ、出演するのは藤原丈一郎くんで、10月31日木曜日20時から日テレにて放送、ゲストとしてスタジオ出演。誰々コスプレショーのコーナーに出演です。コスプレする側ではなく、コスプレを見破る回答者として出演のはず。難問揃いのコスプレ有名人を見破れるか。ワンニャン観察アニマリング、出演するのは佐久間大介くんと宮田俊也くんで、10月31日木曜日20時から22時に TBS にて放送、ゲストとして VTR 出演。佐久間大介が猫を眠らせる魔法のマッサージ、猫の頭を歯ブラシでなでなでしたりします。佐久間くんはアニマリングの初回から7回連続での出演です。キスマイ宮田くんも VTR 出演ですが、佐久間くんとは別 VTR の模様。この世界はワンダフル、出演するのは松倉海斗くんと渡辺翔太くんで、10月31日木曜日21時から21時54分にフジテレビにて放送、渡辺くんの MC 番組に松倉海斗くんが VTR 出演。奇跡の東大合格劇をトラビスジャパン松倉海斗が熱演。ファンからは、松倉くんが東大受験生役、予告で学ラン姿だった、熱演だって嬉しいという声が上がっています。ドラマ私の宝物3話、出演するのは深澤辰哉くんで、10月31日木曜日22時から22時54分にフジテレビにて放送、1話で深澤くんがお亡くなりになり、2話で実は生きていたという衝撃の展開でした。3話以降も出番が多そうで楽しみですね。ドラマ視聴者からは、私の宝物の人気を見ていると昼顔ブームを思い出すと、かなりドラマ好調のようです。続いて11月1日金曜日のテレビ目覚ましテレビ、出演するのはなにわ男子の誰かで、11月1日金曜日6時50分頃にフジテレビにて放送、金曜のレギュラーコーナーなにわ動画にメンバーの誰かが VTR 出演です。同じく金曜のレギュラーコーナーなにわ男子のどっち派、今回のリポーターは西畑大吾くん。視聴者のかよちゃん、情報提供ありがとうございました。浜田歌謡祭狼少年、出演するのはジェシーくんと田中樹里くんで、11月1日金曜日19時から20時に TBS にて放送、レギュラーとしてスタジオ出演。人気ドラマ主題歌で大激突、
今回のゲストは10月27日時点では未発表です。全力脱力タイムズ、出演するのは松倉海斗くんで、11月1日金曜日23時から23時40分にフジテレビにて放送。ゲストとしてスタジオ出演。辞める覚悟あり、トラビス松倉も全力参戦。石井杏奈にプロポーズ。ファンからは、脱力タイムズに松倉海斗は待望すぎる。こういうのに呼ばれるイコールバラエティスキル認められてるってことだよね。面白いのが確約されすぎてる。脱力タイムズとこの世界はワンダフルに松倉くん嬉しいという声が上がっています。このようなスタート社のテレビ予定は週2回月曜と金曜に投稿しています。次回は11月1日金曜日に投稿します。ジャニー、ジャニー、ラブだよー。